取られた。ロードトゥ USC、 実際出てるメンバー見ても、まあ、どうやっても俺が優勝するだろうなっていう、ファンクラスが頑張ってこう盛り上がってきてるかもしれないですけど、まあ、実際そのエースは俺が完封してるんで、自分自身が絶対王者である自信もあるし、まあ、それだけの成績も残してきてるんで、日本人特に今、いないのかな。最近王者っていうことを知りました。国内最強って今もう全然意味がないと思う。研究しなくても全然いけると思ってるんで。KO でも一本でも判定でも、彼が選んでくれるならそれでもいけます。安心してください。ベルトには興味ないんで、はい、やったらもうやりたくなくなります。2回目はないですね。もう干渉するんで、はい、よくその口が言ったなと。申し訳ないけど俺が戦ってきた相手君とレベルが違いすぎるよと。勝てば目立つし、勝ちたいからこういろんなことも言うだろうし、まあ俺はそんな別に鼻にもかけないんで。俺はもう勝つが一番肘を置いてるの、いい試合をするっていうイメージがないですよ。もう勝つっていうことどうやったら勝てるのかって、それを一番自分の頭の念頭に置いてやってるので、勝てば冠軍ですよ本当に。自分はそれを肝に銘じて試合をずっとやってきているので。